目覚ましテレビのお天気キャスター、目覚ましアクアのメインキャスター、ゴゴスマゴーゴー、スマイル、の曜日別アシスタントなどを務めてきた。怪盗愛子さん。清楚な外見と幼い顔つきで、数多くの男性ファンがいることでも知られています。怪盗愛子といえば超絶人気の女性アナウンサーですね。そんな怪盗愛子ですが、ある時を境にテレビから見かけなくなります。その理由についていろいろと調べてみたら、このような情報がありました。怪盗愛子が笑っていい友に出演した際に韓国で、タクシーに乗ったら暗いところに連れて行かれそうになったことがあるという韓国批判をしてしまいました。この日ゲストに東方神起が来ていたことや、この当時は韓流ブームだったことで、フジテレビはお昼に韓国ドラマも放映していました。番組のゲストと自分の推している番組内容を否定された感じで、フジテレビとしては相当ご機嫌が悪くなったようです。そりゃそうですね。そしてこのことが原因で在日韓国人のスタッフにビンタされたという噂もあります。実際にビンタされたかどうかは分かりませんが、怪盗愛子が泣いている姿があるので、何かしらあったんでしょう。口頭できつく注意されたとか。まあそりゃそうですよね。このことと干された理由が密接に関係してきます。ということで、続いては干された理由について調べていきます。怪盗愛子が干された理由としては、コメントが上手でないことという情報もあります。これが本当ならば、キャスターとしては致命的という感じがしますね。上記の事件をきっかけに、干されたと言われるようにまでなった怪盗愛子。たまたまタイミングが重なっただけかもしれないが、この後に目覚ましのレギュラーを降りたことも噂を後押ししたようだ。現在はテレビなどの出演がないのかというと、全くそういったことはなく、変わらず活動している。しかし、目覚まし、レギュラー当時は3000万円以上なのではないかと推測されていた彼女の年収は、おそらく今は1000万程度ではないかと言われている。また、怪盗愛子の名前を検索すると出てくる愛煙家の噂の真相も気になるところだ。番組撮影の休憩中にスタッフと楽しそうに喫煙しながら談笑していた。大学のキャンパスでも吸っていた。銘柄はセブンスターなどの噂が絶えなかった。しかし、怪盗愛子本人が番組出演時にこれを否定。人生で一睡もしたことない、と噂を一周したのだった。それでは、そんな怪盗愛子さんの2022年現在の仕事や活動は、どのようになっていたのでしょうか。実は、怪盗愛子さんは、2021年5月、インスタグラムにおいて、突発性難聴であること、当面、治療のために仕事を休業することを発表し、ファンが心配する事態になっていたのでした。キャスターでタレントの怪盗愛子さんが5月14日、突発性難聴と診断されたことを明らかにした。自身のインスタグラムを更新し、現状のご報告です。体調不良のため受診したところ、突発性難聴と診断されました。医師の指示に従い、少しの間治療と療養に努めさせていただきます。ご迷惑をおかけし申し訳ありません。皆様くれぐれもご自愛ください、と報告した。突発性難聴とは、突然、左右の耳の一方、ごく稀に両方オッチの聞こえが悪くなる疾患だ。幅広い年代に起こるが、特に働き盛りの40から60歳代に多く見られるという、ストレスや過労、睡眠不足などがあると起こりやすいことが知られており、治療は内服や点滴の副腎皮質ステロイド薬による薬物療法が中心になるという。芸能人では浜崎あゆみさんや堂本剛さんなどがなったことで知られています。治療法はまだ確立されておらず、怪盗愛子さんの場合、口述しますが、結婚関係でストレスを感じてしまい、突発性難聴になったのではないかと見られていました。さて、怪盗愛子さんの症状が気になりますが、幸い、その後、回復して、2021年9月には仕事にも復帰することができたのです。なお、怪盗愛子さんは、仕事復帰後は、2021年には、BS11 競馬中継に出演したり、サンスポ競馬予想有馬記念に登場したり、2022年には週刊文春グラビア特別編集現職美人キャスター大図鑑2022位に掲載されるなどしていました。こういった活動を見る上では特に問題はなく、順調だと言えるのではないでしょうか。ちなみに怪盗愛子さんは仕事への復帰について、また頑張っていく旨語っていましたので、応援したいですが、くれぐれも無理はしないでほしいですね。怪盗愛子さんは、オリコンの好きな女子アナや、好きなお天気キャスター気象予報士にランクインするなど、人気者として有名です。
こうなってくれば、旦那がいたのか、結婚発表したのかが、知りたいところではないでしょうか。皆藤愛子さんは、1984年1月25日生まれで、2022年1月現在の年齢は38歳となっています。年齢的には、結婚していても全くおかしくはないため、ますます気になってしまいますよね。しかしながら、皆藤愛子さんは、2022年現在、まだ結婚してはおらず、独身だったのでした。もっとも、皆藤愛子さんは、結婚願望がなかったわけではなく、結婚したいのになぜか結婚に這い立っていなかったとのこと。先述の件ですが、皆藤愛子さんが突発性難聴になってしまったのは、このように結婚関係でストレスを感じてしまったからではないかとも見られていたとか。では、皆藤愛子さんが結婚していなかった理由とは、果たしてどういうものだったのでしょうか。これには複数の説があったようで、まずは性格が良くないからというものが挙げられていました。具体的には、朝、送迎のために、タクシー運転手が皆藤愛子さんの自宅のチャイムを鳴らしたところ、不機嫌な顔をして出てきてうるさいと言われたというエピソードがあったと言います。他、バラエティ番組で、すぐ答えられるような質問の回答に時間がかかり、回答もつまらないものだったため、仕事面でも疑問が持たれ、これも結婚できない原因ではないかという指摘もあったそう。昔からビジュアル系のバンドが好きで、大学時代にはバンドの追っかけもしていたという。過去にはバンドディル EN グレーのベースであるトシヤとの沖縄旅行がスクープされたこともあった。しかしその後には特に熱愛報道などはないようだ。皆藤愛子はかつてフラムプールの山村隆太と熱愛交際の噂が出たことがあります。しかしこの熱愛関係に関しては全くの確証もない単なるガセネタだったみたいです。フラムプールの山村隆太が2016年に一般人女性と結婚したことが話題になりましたが、山村隆太とこの結婚相手は高校生の時から交際していたという情報があることから、皆藤愛子との熱愛関係はガセネタということです。つまり皆藤愛子の彼氏ではなかったということですね。そしてここからさらに気になる情報について触れていきます。皆藤愛子の目覚ましテレビ時代のことについて触れていきます。皆藤愛子と大塚紀一の関係については、目覚ましテレビの共演者という関係ですが、冗談でしょうけど番組内で大塚紀一が結婚したら、大塚愛し、大塚愛金になるよと笑って言っていたことがありましたね。大塚紀一は皆藤愛子のこと少し好きだったんじゃないのかな。だって皆藤愛子は可愛いんだもんという感じですね。何はともあれ、結婚願望がある以上、皆藤愛子さんが、早期にいい男性と結婚できればいいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。